これはゴミですか？ってくらい汚いです。出た、ジョイコンだー。で、あれ？これ色違いだと思って買ったんですが、ちょっと違いますね。違ったんかい。ハードオフでお買い物。ハードオフ最高。どうもクマです。ハードオフで買ってきたもの紹介ということで、いろいろいいもの手に入れたので、私がハードオフで購入してきたものを、一個ずつ皆さんと一緒に見ていきましょう。面白かったら高評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。それじゃ始めます。最初の商品はこちら。大乱闘スマッシュブラザーズ4 Nintendo 3DS。 お値段税込み550円。これはジャンクではないです。スマブラですね。実は私、スマブラほとんど遊んだことないんですよ。このソフトは昔から人気ですが、私の周りにやってる方が一人もいなかったので、私もやってなかったんですよね。こういうゲーム、私あんまりやらないんですよね。嫌いとかではないんですが、ただ単に遊んでないだけですね。皆さん知ってると思いますが、知らない方のために説明しますと、いろんなゲームのキャラが出てくる対戦ゲームですね。ヨッシーがいますね。ヨッシーかわいいわ。中身はこんな感じ。説明書も入ってて、ソフトも特に問題ないですね。これはコレクションとしてしまっておきます。次に行きましょう。お次はこちら、スーパーマリオ 3D ランド。お値段税込み550円。このソフトは私が初めて購入した 3DS のソフトなので、めっちゃ思い出のソフトです。昔はソフトを集めてなかったので売ってしまったんですが、安かったので買ってきました。いやー懐かしいわ。どれだけ遊んだことか。マリオはどれ遊んでも面白いですからね。最新のマリオもやってますが面白かったです。マリオパーティジョンボリーっていうゲームが最近出たので、それもやりたいですね。マリオパーティーも面白いですからね。中身はこんな感じ。説明書も入っていて、パッケージの中までデザインが凝ってますね。これは見てて楽しいです。ソフトも特に問題なし。これは思い出とともに大切にしまっておきます。次に行きましょう。お次はこちら、モンスターハンターストーリーズ。お値段税込み550円。このソフトはジャンクで110円で見たことある気もしますが、これはジャンクじゃないので500円でもいいでしょう。このゲームはどんな感じなんですかね。モンスターを倒すというよりは仲間にして戦うポケモンみたいな感じなんですかね。中身はこんな感じ。紙1枚ですね。チラシ系はもともとないのか、なくなっているのかわからんですよね。ソフトはこんな感じ。ジャンプではないので、普通に綺麗ですね。DS のソフトって壊れたことないんですが、普通に使ってて壊れることってあるんですかね。DS のソフトの不具合は、基本的に接触不良だけだと思ってます。これは、私のモンハンコレクションに追加します。次に行きます。お次はこちら、ゴッドイーター2、レイジバースト。お値段税込み110円。このソフトは前から欲しかったんですが、ついにジャンクコーナーで110円を掘り当てたので迷わず購入してきました。このシリーズめっちゃ面白いんですよね。モンハンみたいな感じなんですが、ストーリーも面白いし、アクションも面白いので、個人的にはかなり好きなゲームです。編集してて気がついたんですが、このソフト2015年発売みたいなんですよ。ってことはこのソフトを値下がりするのを待って10年近く経過したってことですか。うわー怖っ。中身はこんな感じ。ジャンプと言っても、中古と変わらんです。よし。これは、私のゴッドイーターコレクションに加えます。次に行きます。お次はこちら、デスエンドリクエスト。お値段税込み1100円。これは、私の趣味ですね。中身は、リスクが真実を映し出したこと以外は、問題ないです。次に行きます。メンバーシップを始めました。気になる方は私のチャンネルページから確認してみてください。皆さん、最近あれ足りてますか？私は足りてません。そう、出た、ジョイコンだー。ハードオフ、カワクマ、つまりジョイコン。ということで、お値段税込み1100円、安い。本体はかなり遊ばれてますね。テカテカしてます。結構使われた形跡があるので、正直言って動くか怪しいです。またショート動画で動作確認しますので、お楽しみに。そして皆さん、ジョイコンって一つじゃ遊べないですよね。つまり、ジョイコンです。お値段税込み1100円。これも安い。いや、ジョイコンは何個あってもいいですからね。本体は、こんな感じで結構綺麗ですね。これは動きます。これもショート動画で動作確認しますので、お楽しみに。次に行きましょう。お次はこちら。多分 Xbox のコントローラー。お値段税込み1650円。純正ではなさそうですが。Xbox のマークがあるので、ライセンス商品かなんかなんですかね。
気になったので調べてみたら、なんか普通にいいやつみたいです。これは当たりか、動くか知らんけど、これは有線コントローラーっぽいので、ケーブルは別で用意しないといけませんね。使えたら、パソコン用として普通に使いたいです。押した感じが、なんか、私初体験の押し心地なんですが、なんだこれは、気持ちいいぞ。ジャンク商品ですが、ボタン類は潰れてないので、動きそうです。そして、白いのも売ってたので、それも買ってきました。こちらもお値段税込み1650円です。であれ、これ色違いだと思って買ったんですが、ちょっと違いますね。違ったんかい。調べたところ、同じメーカーの違うコントローラーでしたね。こっちの方が、良さげな感じしてます。背面ボタンのロック機能とかついてます。私は背面ボタンを使わないので、ロックしておくことで、押し間違いを防ぐことができます。いいじゃん。ボタンの押し心地が黒い方と全く違います。そうか。ボタンは黒い方がいいな。マウスのクリックみたいな感じなんですよね。白い方はいつものコントローラーって感じです。このコントローラーは中古で割と高く売れてるみたいなので、動いてくれたら嬉しいですね。配線を用意したら、また動作確認してみます。次に行きましょう。お次はこちら。ジョイコンのアタッチメント的なやつ。お値段税込み330円。これはゴミですか？ってくらい汚いです。裏もこんな感じですからね。こんなの誰が買うんだよ。って見てたら、握りしめて、レジに並んでました。見た感じ中身は無事な感じしてるので、問題ないです。ジョイコン関連のアイテムはいろいろ試したいですからね。これもどんなもんか気になります。またショート動画で試します。今回は買ったもの紹介なだけなのでね。次に行きます。お次はこちら。謎のジャンクファミコン互換機です。お値段税込み550円。これは、ファミコンのソフトが遊べるゲーム機ですね。マジでファミコンの互換機って多いですよね。どんな機種類あるんだよ。これは、パッケージの見た目はめっちゃ古そうなデザインですが、マジで古いやつなんですかね。それとも、古い感じに、新しいやつなんですかね。調べてみましたが、よくわからんでした。私前にもファミコン互換機を動画でやってるので、よかったらそっちも見てみてください。これも、そのうち、多分、いつか、きっと動画にしますのでお楽しみに。ということで、終了。いや、今回もいいものいろいろ買えました。皆さんが気になる商品はありましたか？他にもハードオフで買ってきたもの紹介を投稿してますので、気になる方はそっちも見てみてください。やっぱりハードオフは楽しいですね。この動画が面白かったら、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。あと、他の SNS もやってますので、そっちもフォロー、よろしくお願いします。今回はこの辺で、それじゃまた。